人の流れを、人の流入を防ぐため、各地域が所要の緊急事態措置を講じることができるよう、今般、緊急事態宣言の対象を全国に拡大することとしました。そのため、期間についてはこれまで同様、ゴールデンウィークが終わる5月6日までといたします。 あと20日間、日本全体が一丸となって、このウイルスとの戦いを戦い抜いていく、全国の都道府県と手を携えて、皆さんの健康と命を守るため、あらゆる手段を尽くしていきたいと考えています。